ハッピーアイランドの本8巻まで出版しましたが、その度に出版祝賀会をハッピーのスポンサーでもあるかりゆしアーバンと、そしてロアジールホテルと、この2軒交互にね、ここでリスナーの皆さんを集めてお送りしたんですけどね。そう、はいはい、今回はホテルに行きたいと思います。ホテルに泊まろうのやつですね。今回行くとこがですね、閉まっちゃうと、閉館するらしいです。今月で10月31日をもって閉館すると、もう大々的に新聞に載ってて、やっぱりコロナ禍の影響でお客さんが少なくなってて、あと賃貸らしいんですよね。あとなんかホテルって持ち土地建物な感じがしますけど、そちらは賃貸でやってたらしくて、その支払いが増額したっていうのもあり、昨年度ね、それを払い切らんと、で月3000万らしいです。月3000万円の賃料があると、それを捻出するのが難しいということで、まあ、閉館するらしいですね。那覇にあるカレシアーバンリゾート那覇というホテル、ある場所がね、トマリンっていう漁港ですね。まあ慶良間諸島とか赤島とかザマミとか行くところの船が就航するような場所にあるホテルですね、うん、今から向かって行くんですけれど、まあ、近くに来たらまた説明しますね。そう、でその記事に返したのが、まあ、約70名約従業員がいるんだって。なんだけど解雇せずに、その関連企業、他のその会社が持ってる、かりゆしさんが持ってる違う事業で雇うと。偉いですよね。なかなか雇用の体制が素晴らしいなと思いましたけど。そうそう、でトマリンもね、なんかこう売ってほしいっていう交渉はしてたらしいんですけどね、かりゆしさんがね、トマリンの方にさ。だけどトマリン的にもその6割ぐらいがそのかりゆしに貸してる方の賃料の売り上げだと、その事業がさ。だから難しいところだね、なんともね。どっちかを殺せばどっちかが助かるみたいな感じだったのかなと思いますね。まあそういう流れがあってね、まあ、賃料3000万っすよ。そう、撤退すると、そのトマリンの方からね、かりゆしアーバンリゾートの方がね。ほんで一応今は別途その最後まで宿泊もできますし、31日まで、まあ、感謝祭っつって、ランチとディナー割引の感謝祭セールっていうんですかね、もうやってるみたいですね、ビュッフェと。電話したところね、繋がらなくて、僕はまだランチは食べれてないんですけど、タイミングがあったらどっかで行こうかなと思ってますね。31日ぐらいだったらもしかしたら行けるかもしれないんで、電話して予約が取れれば行こうかなと思ってます。まあ、今回は宿泊だけになったんですけれど、んですごいっすよ、これも。またたまたまね、宿泊サイトを見たんですよ。先週ぐらいか、あこんなもんかみたいな。でも予定が全然分かんなかったね、さっきの見通しが。なんかどっか泊まれたらいいけどと思って見てたら全部埋まってた。その取るかって思い立った時は、決心した時は全部埋まってたんだよね。満席で空席がないと、空室がないという状況。うわーやっちまったと思ってたんだけど、ずっと更新しまくってたんですよ。更新しまくってたら、なんと空いたんですね。翌日の部屋が幸いなことに、まあ、泊まることができたというわけなんですよ。で泊まりんっていうのはなんか愛知弁で言うとなんか泊まっていきなさいみたいな方言らしいですね、実はね。沖縄の建物としてはそういう意味があるとは思わないですけど、地名がね泊まりだからね、まあ、泊まりんっていう名前なんでしょうね。かわいい。そう、なんか愛知の先生がいたんですよ。中学校だったかな、高校だったかな、どっちか忘れちゃったけど、まあ、社会の先生がいて、あそこ泊まりってどういう意味なのって言って、それで話をしたの、小話として。泊まりんって泊まって禁止したいみたいな、そんな表現だった気がするけど、そういう方言なし、まあ、名古屋の方いたらぜひ教えていただきたいんですけれど。でぼちぼちここ泊まり交差点なので右側に出てくるはずでしょう。ここ右曲がっていくと夕町とかがある場所ですね。魚鮮魚店、鮮魚店というか競りとかある場所で、右のリボンが昔ハイサイの方で行ったクラブが入ってるビルですね。その先大きいビルがそのかりゆしアーバンリゾート那覇が入ってるホテルですね。で中にはそのホテルの部署もあるし、披露宴会場もありました。一回だけ来たことありますね、僕は。うん、友達の結婚披露宴で来て入ったこともありますね。で場所は那覇のちょい上って感じですかね。浦添から入って、まあ、そこそこ行った場所、那覇国際通りと新都心の間ぐらいですかね。そしてなんとその空いた時のタイミングが良くて、今日平日なんですよ、実はね。
平日だから安かったね。普通は1万1000円ぐらいなんですよ、泊まるのね。なんだけど、まあ、平日ということもあって、まあ、5000円でね、なんと泊まれたと。素泊まりね、素泊まり、何もなし、まあ、朝食テッドとかもあるんだけど7500円ぐらいだったかな。うん、今回は素泊まりで泊まりたいと思います。5000円安いですよね、普通のホテルで5000円って。まあないよね。それこそ今まで泊まってきたアベックホテルとかでも4000円とかだったからさ、4500円とかさ、安い。これ右ですね、右側のこのでっかい建物が泊まりんっていう場所ね。で、駐車場はホテルに併設されてるものはなくて、あ、ホテルの駐車場はなくて、バベット泊まりんの横にある駐車場、1500円と書かれてました、税込みで。入り方が、まあ、こう U ターンする方法もあるし、後ろの方から入ってくる方法もありますね。昔客人を迎えに来たことありますね、某 YouTuber 俺で。ここ左曲がります。交番が近いんでなんか怖い感じがしますけれど、はい、駐車場はこちら、泊まりん駐車場24時間営業とありますね。こうなんか入っていいか分かんないような場所を抜けた先に、まあ、漁港がありますね。フェリー乗り場、フェリー乗り場があって、ここから慶良間諸島、まあ、久米島だったりとか、座間味諸島とか赤島とか、そういった場所に行けると。左曲がります。よいしょ、うん、で泊まりふ頭漁獲ターミナルがあって、ここによくダンサーがいますね。ダンサーとかさ、夜はヒップホップしてますね。でこうカーブを道なりに行くと左側に駐車場入る場所がありまして、そちら入って泊まりだと。ここに泊めなさいよということですね。こうニューフェリーアグニタですね、アグニ島なんかも行けます。はい、看板が出てきましたけど、かりゆしアーバンホテル駐車場とありますね。これどこに入るか分からないでしょう。ここ切り込み見せたら分かりますよ。縁石が下がってるところ、そこが入り口でございます。ここですね、駐車場入ります。いやー、はい、じゃあで螺旋状に出張がなってるんで、まあ、下ら辺止められたらいいんですけど、登らんといけんかもしれないですね。今日は平日なんでガラガラでございます。ラッキー、はい、到着しました。では行きましょう。からご一泊お食事なしのプランに行っております、はい、が大変お手数なんですが、はい、お名前とご住所ご連絡先のご記入お願いします、はい、駐車場はご利用されています。 あっちの、はい、駐車券お持ちですか。1500円でしたっけ。あ、県内在住の方はこのプランは無料処理ができるので、あ、そうですね、はい、今料金かからないようにいたしました。三菱に薄いんですけど、はい、仮融資というスタッフをしていますね。わかりました。もし出入りあれば新しい駐車券をお持ちいただければお話をいたします、はい。部屋が11階の42番、はい、142のお部屋です、はい、こちらルームキーなんですが、はい、部屋防犯のため部屋番号書かれておりませんので、はい、部屋の番号を忘れないようにお気をつけください、はい、館内の説明文に関しましては裏にある QR コード館内案内を読み取るとこちらの説明文が取得できるようになっておりますので、はい、明日のチェックアウトのお時間11時まででございます、はい、チェックアウトの際にはルームキーフロントまでご連絡お願いします、はい。
部屋見ましょうか。これがドアのとこね。で、建物自体も古いんで結構古いですよね。ロック機構なんかも古いし、ちょっと極みもあるしね。壁は漆喰調なんだけどクロスですね。漆喰ではない。ほんでクローゼットかな。おお、電気、なるほどね。電気がついて、あ、いいですね。フレグランスリフレッシュエアーが、リセッシュが高級感のある系のついててね。で、懐中電灯、靴べら、あとは金庫がありますね。入れるものはないんですけど、しっかりと金庫がある。で、スリッパが2足。一応ツインのルームなんでね、ダブルベッド、ダブルベッドというかツインで、姿見の大きな鏡が、全面の鏡張りですね。ほんで椅子、すごいね、色が絹っぽいね。ほんですぐ左側がシャワールームかな。わーい、はい、これが浴室兼シャワールームって、浴室兼シャワールーム、トイレ兼シャワールーム。下はタイルで、水を飲めますよーって。で、アメニティ類もしっかりあります。カミソリ 2セットずつですね。とシャワーキャップが2つ、で、ヘアブラシ、櫛ですね、櫛も2つあって、歯ブラシも2つありますね。なんだろうこれ、カリウシっていう当て字があるけど、と綿棒、ティッシュ、すごいね。コンセント、なんか打たれてたの、ぶち抜いたってこと、面白いね。コンセント必要になったからドライヤー用にぶち抜いたって感じだね。結構古いよね、内装見て分かる通りさ。歴史のあるホテルというか、流れがあったらしいんで、全部作りが古いかなっていう感じがしますけど、いいですね、時代だけど、やっぱ綺麗ですね、基本的には。シャワー、もうホテルによくあるタイプですね。これなんだ、こんなの見ないけどさ、今。あ、これで下から出るのか上からシャワー出るのか、多分分けるやつだね。ノブがついてる。おほほ、あ、これ押し、なるほどね、これ押したら出るんだ。お湯か床なんだね、消えてんのよ、ここが。多分青と赤が入ってて、お湯か水かだったんだけど、多分ここ右側が水っぽいよね、あっちがお湯かなという感じで。シャワーかどうかはこれか、栓を止めることによって変わるのかな。あ、そうだね、こういう感じ。あ、うわ、びしょびしょしちゃったけど、まあ、そういう感じ。あ、書いてあるじゃん、書いてあるじゃん、書いてましたね、操作方法。申し訳ございません。で、シャワーとコンディショナー、シャンプー、ボディソープ、しっかりあります。はい、浴室はユニットバスではないって感じですね。ベッド上からついてるような感じだね。普通は埋め込まれてるからさ、あれはユニットバスなんだけど、これはベッドつけてるような感じがしますね。はい、というのが浴室で、シャワーカーテンもございます。あー、恥ずかしいね、これあんねん、洗濯のロープね。あー、これ引いてさ、反対側にかける、こうチェーンロックみたいな感じで、そうするとここに洗濯物が干しますよっていう。今あんまないよね、これね。あー、時代を感じるね。で、このタイルもなんかもう、このサイズのタイルっていうのはほとんどないんじゃない今。もっと細かいでしょ、昔だよね、規格が。トイレはなんか面白いね、タンクがめちゃくちゃロータンクだね。で、一応ウォシュレットがしっかり入ってますね。色はかなり黄ばんできてて時代を感じますけど、丁寧に使われてるっていうのが分かりますね、一体型。この辺の色の違いみたいな分かるね。
これは付け替えで多分新しくなってんだけど、これは古いね。時代を感じるね。おしるとでもしっかりした機能はありますね。あ、こんなのあったね。あー、そっから水出てくるんでしょ。シューってまた入っていく。今のは上から出てくるでしょ、水。うん、違うよね。見とけよ。ちょっと見といて。フラッシュ。ほら、違うでしょ。水の出方がさ、今のやつはこう縁からけてくる、もうバーって。あ、ほら、あっちから出てきてね。面白いね、このジェット気流っていうか、こうやって回して全体のこの器の全体の汚れを落とす時のやり方が違うよね、今の方式とね。ほんでトイレは横にありますね、真横、うん、このぐらいの高さあります。もちろん綺麗なタオルもあります。2人分ですね、ツインなんで一応ね。私は1人なんですけど、2つ分のバスタオルと2つ分のフェイスタオルがしっかり備えられております。こういう格子たまにあるけど、なんだろうね、ディフューザーの役割ってことなのかな。じんわりした光をもたらす。直射だときついからってことなのかな。ライトで直接フィルムかぶせるのと何が違うのかな。見た目のデザイン性もあるのかな。いまいちわかんないけど、詳しいことは。そういう格子状のディフューズがかかってますね、このライトは。面白いね。というのが浴室でございました。で、抜けますと、ここがメインルームでございます。はい、くつろぐ場所があって、こちらにベッドが2台ございます。シングルサイズが2機かなっていう感じね。いや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 、レトロだよね、基本的に全部が。色とかさ、配色とか、室温はつまみて調整くださいまで。オフ、ロー、ミディアム、ハイかなっていう字が載ってるね。で、温度計がしっかりある。今適温22、3度ぐらいですか。完璧な温度に設定されております。ほんで、ここがライティングですね。ベッドサイドテーブルというやつ、回すとつくのかな。あ、すごい調光だ。調光するのもね、また高いんですよね、普通はね。すごいですよ、めっちゃいいやつですね。後ろに一発かますんだよ、アダプターみたいなのね。で、時計と電話、メモ帳があります。だいたいね、聖書はね、そしてバイブル、あー、はい、和英大正仏教聖典ですね。で、ホテルインデックスってなんだろう。あー、日本中のホテルのメーカーみたいな感じかな、ありますね。はい、下はなんだろう。下は特に何もないね。ちょっと排水が見えちゃってるけど、うん、下はただ筒抜けの物置という感じで、ね、反対は行きます。お、面白いね。外から見た時にさ、斜めになってたと思うんですけど、ごそるような形、あれがここに出てますね。こう斜めに入ってんだよね、多分木が。こうしまして、ソファー、レザーかな、かなり何側か分からんけど、ホテルのやつはね、だいぶ高いからね、本物かもしれないよね。高いんだよね、ホテルの家具は。レザーっぽいね。で、足置きがあって、うわ、すごいね、このなんだろう、エイジング加工っぽい。今でこそエイジング加工っていう家具とか結構あるけど、こんぐらい古いものでエイジング加工されてるものはないからさ、なかなか走りだったんじゃないですかね。赤黒い感じで塗装加工がされてる、うん、サビではないですね、これは。ちゃんとした本物のサビじゃなくて、そういう塗料を塗りかかされてる、ね、おしゃれ。で、デスクは大理石のデスクなのかな、これは。ホテルって感じよね、この辺のしっかりしたものを置く感じがさ。で、スタンドライト、フロアライトですね、がガーッと伸びてて、カチャ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 タイプ、何タイプこれ。ん、歪みが気になるけど、このカチャ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 あるよね、普通ね。カチャ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 はこっち違うな、これコンセントだから、あー、かどっかのテーブルに繋がってる。
パターンだね。そうしまして、こちらソファーですね。2人掛けソファー。これもなんだろうな、この質全部光って見えるというか光沢がありますね。かなり角度によってはシルクのような絹のような滑らかさの色が見える。光がハイライトが見えますね。クッションは普通なクッションだけど、うん、面白いね。落ち着いてるよね、全体的にさ、色が。で、絵画、全然絵画とかわかんないですけど、どうなんでしょうね。ほんで、ここは化粧台のところでございます。この辺にもアメニティがよく特徴が出ますよね。まあ、冊子と、あとはチェッカーと、とかマッサージ、まああるよね、よくね、マッサージとかもね、はい、で、煎茶があって、マドラーがあって、ギファールがあって、椅子、椅子もまた重厚だよね。オフィスチェア置いてもいいぐらいだよね、ほんと、帰ってきて考えたらさ。ああ、これに入れて洗濯してくれますぜってことだね。そういうサービスがちゃんとあるね。クリーニングの申し込み書だって。はい。あ、カチャカチャ、カチャカチャ、あった、カチャカチャ、カチャカチャ。ああ。いいですね。落ち着きますよね、暖色のライトは。んで、テレビ。テレビはパナソニックの32型ですね。DHL32X1HT っていう型番のパナソニックの TV があって。面白いね。QR で全部今指示出しっていうか説明が Web で完結されてるってことなんですよね。読み取ったらそのサイトに繋がって説明とかが、状態が見えるってことだよね。すごっ。トリップ AI コンシェルジュ。こういうサービスを打ち出してて、いろんなホテルにそのシステムを導入してるホテルで共通で使えるっていう、まあ、新しい商売ですね。システム開発した人たちがいるんでしょう、エンジニアで。はい、で、下、あー、グラスがあって冷蔵庫が隠れておりました。なんかよく配置でさ、家電をいかに隠すかっていう話でこう棚の中に突っ込むってあるけど、まさにそれですね。非日常感を演出するために隠すんですよ、家電を。まあ、色も元から茶色だからそんな目立たないけど、まあ、さらに棚の中に入れることによって分かりづらくなると。でホテルなんてまさに非日常の代名詞みたいなもんなんで、まあ、なるべく家電とか配線を隠した方がいいと言われてますね。うん、こう見てないでしょ、まあ、こっちは見えるけどさ、配線ね、見えるけど、こうパッと見何もないでしょ。ホテルらしいホテルというか、まあ、そういった感じでしょうか。ここもあるね、棚。これなんだろうね、荷物置くやつで合ってるよね、多分ね。で、下にタンスみたいな、タンスにゴン、カリウシってこう、シューが入ってますね。すごっ、金がかかってますね。部屋着にも光ってる。そうしまして、下もある。ここは何もない。無臭だ、ないね。はい、いいね。
ブライダルは1月31日をもちまして営業終了いたしました。すごいね、和風も洋風もったというか。その他施設、カフェ、パワーポイント、港を眺められるカフェ、ルームサービスでいろいろやってもすげえ飯があるってことか。なんか食おうかな。じゃあ21時半までオーダーを受けております。中華だね、めっちゃ中華が多い。すごいディナー特大2段ボックスが割引なんだって。うわお、綺麗に なってたけど雲がかかってるね。残念、惜しかったね。もうちょい雲が薄かったらめちゃくちゃ綺麗だったかもしれない。いやでもまあまあまあ、なんかいつも思うけど UK って裸眼よりカメラ通した方が綺麗だな。なぜだ、会長の問題か。実物より綺麗ですね、カメラの方が。あ、いいね、このカーテン際の夕日綺麗ですね。急遽編集しないといけないデータが来たんで、一旦うるま市に戻ります。今那覇の泊まりなんですけど、うるま市に戻ってからデータ取ってきてまた戻ってきたいと思います。なんで夕飯のタイミングがいつになるか分かんないけど、ちょっと急いで行ってきます。じゃあ綺麗だね。風があるところでどんぐらい聞こえるのかな。音がいまいち確認してないか分からんけど、本体内蔵マイクにライコートのウィンドマフをつけてます。今どんぐらい切れるのか、未知の領域だけど生かしたいですね。行きます。なるべくゆっくり早く行きましょう。駐車券を入れてください。駐車券を入れてください。ご利用ありがとうございました。本当だ、またのご利用で。嘘ついてると思うけど無用だった。確かに。ああ、事務所戻ってきました。データが今内部のやつで今コピーしてるらしい。メディアに終わってんじゃね、消えてるから。マイクロ SD と普通のメモリがあるらしいんで、これ持っていきましょう。カンミカンって工夫してる。これがまだシリーズの途中で編集が進められないやつで、これは完全に撮り終わってるやつっていうのをこう空き缶で作ってるの。めちゃくちゃアナログだけど面白いですね。なんかあるかな、変わった場所前紹介した時と。なんかフードをつけてるんです。これ日中このビデオカメラ見てたら液晶が見づらいらしいんですよ。でこれフードをつけて、映画監督とかが潜って見てるじゃないですか、チェックの時に。ああいうフードですね。ディスプレイのところにかぶせて、ここから立って見るやつとか。ミラーレスは前あったよね、元からね。セブン、今4が出るっていう噂がありますが、今セブン S3 を使ってますね。んで、あ、これも新しいかもね。ドローンのディスプレイですね。うん、今までは iPhone をくっつけてガッチャンコしてやってたんだけど、このアプリのね接続とかがさ、みんなの携帯に入れないといけないしってめんどくさいからっつって、ディスプレイ高いんだけど、これはね高いけど利便性を考えてこのディスプレイを導入しておりますね。あとこれライトのバッテリーなんだけど、今まではこういう普通のタイプだったの。普通のタイプ、これね、うん、これ USB 口がないでしょ。ない、なんだけどこれある、USB 口が。 USB アウトでしょ。ということはどういうことかというと、これ自体がポータブルバッテリーなわけですね。モバイル電源になるっていうことね。まあ、これでスマホ充電したりとか、あとバッテリー類、こういうのも充電できるっていうことですね。まあ、一石三鳥ぐらい使えるようなバッテリーも使ってますね。くらいかな。まあ、相変わらずえぐいけどね。普通の人こんな持ってないよ、バッテリーね。恐ろしいでしょ。怖い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 。以上、事務所でした。では、ホテルに帰りましょう。はい、出発します。
はい、来ました。階段で降りようか。お腹すいたって。2階ですけどいいですね。ベンチがあって休めそう。街は運動スペースになってますね。子供たちが遊んでる。あ、もしもし、ルーフサービスお願いしたいんですけれど、このチラシ見てるんですけど、一番のものってまだあるんですかね。10食限定となってます。40分がかなって、9時40分。まあ、その間は編集ポチポチタイムしておきますね。どのうち今日はなかなか眠れなそうな感じなんで。確かにね、ちょっと見たんですよ実はね。8階であったんだけど、見たら忙しそうだった。人いっぱいだ。会食みたいな感じで。はい、もしもし。わかりました、お願いします。ありがとうございます。はい、できたんだって。20分できた。早かったね。余分に言っとくってことなのかな。はい、お支払いはどんな感じでしたらいいですか。じゃあこちらでサイン頂戴して、ああチェックアウト味の、うん、分かりました。重たいな。あ、分かりました。はい、ありがとうございます。サインを。あ、はい、はい、ありがとうございます。はかとすね、40分って言われたんですけど、あ、20分ぐらいです。あ、ありがとうございます。あ、本気ですか。いや、とんでもない。はい、はい、はい、ありがとうございます。終わったら、あ、置いといていいんですか。置いといても結構ですし、うん、フロントレストランもしくはお電話一本いただいて、あ、表出しといても結構。あ、わかりました、はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、何がどうなってんのって感じなんだけど、これがご飯でしょ、多分ね。白米ね。で、これが多分汁でしょ。あ、なるほど、味噌汁をこれ入れてねっていうことね。これがそのお湯だと思う。お湯があって、で、アンダンスですかね。豚肉と味噌の和え物でご飯乗っけて食ったりとかするやつ。わお、すごいことなってんね。すごいことになってますよ、これは。これがデザート小鉢。なんだろうこれね、あんかけみたいなかな。で、わかんないやつ。に、エビの何かだろうね。わかんないな。なんだか。はい、下はこれゴーヤーチャンプルでしょう。で、天ぷら、グルクンの唐揚げって書いてあるかな。で、天ぷらしと、煮物ですね。で、わかんないやつ。で、モスクですね。沖縄といえばって感じで。というもんですね。こんな感じのセットでございます。いただきます。まずはお味噌汁作ろうかな。ちょっとテーブルが狭いけど。本当はまあレストランで食えたらよかったけど。ちょっとこういう状況なんだね。シャーッチ。おお、魔法瓶みたいになってるのか。あ、だし入ってますね。アンダンスのうまいんだよね。豚肉パターンと皮パターンとかシーチキンパターンとかもあるんですよね。はい、いただきます。うまそう。ちょっと味噌汁から。ちゃんと苦味も残ってる。ゴーヤー作りだね。ゴーヤーもね、ピン切りというか作り方いっぱいあって、ゴーヤーの苦味を全く消すパターンもあるし、こうやって残すパターンもあるからさ。うん、うん、これえのきのなんか和え物。ごまえだ。これはなんだろうね、タコかな。いや、グルクンだ、グルクン。わからん。ホテルなんで結構高いですけど、味はもちろん美味しいですね。エビチルの辛くないやつって感じ。メニュー載せときますけど。中華っぽいやつだね。ごま油と八宝菜。煮つけ。染みてそうだね、チリタケ。ラフテーコン、
ここが右側が、僕から見て右側が沖縄、左がちょっと中華とかそういう感じだね。面白いね。すごい美味しい。本当は周りに居酒屋とかあるからそれ食ってもありですね。東北県内にも居酒屋あるし、ちょっとタクシーで1メーターでおそらく国際通りも出れるからそれでもありですね。で伝えてもしまっちゃうんだけどさ、立地的にそういう場所ですね。ここなんだろうね、白身のあんかけ。もずくの上のってなんだろうね。トマトか。皮のむかれたミニトマト、見ないけどこういうの。ああつけられてる何かに。美味しい。あんまり酸味がないんだけど甘いね。普通のシークワーサーもずくじゃなくて普通のもずくですね。カツオだしもずくとかシークワーサーもずくとかいろいろあるんだけど、もずくのだしも、これはカツオ系だね多分。全部うまいよ。うまいわけだよね。ご飯がもう一杯ぐらい欲しかったね。ちょっとね、割合がおかずが多い。嬉しいことで。ステーキと迷ったけど、やっぱこっちもいいね。お茶さんです。よいしょ。頑張りますか。ちょっと甘いもの食ってみるか。マドレーヌ？なんだろう、なんて言うんだろう、わかんないけど。この UFO 食べます。もう先髪だけど。今9時50分、どんぐらいできるか分からんけど、とりあえず今カットをやってますね。どっかで一回中継して風呂入ってからその後仕上げよう。うわカット今終わってます。45分ぐらいの素材を今20弱にしたんで、もう一回カットして本カットした後にもろもろですね、テロップとかなんかいろいろ投入していきますね。そうだね、30分ぐらいか。おかしいね。45分の素材を30分でカットしたらおかしいですね。何があったんだろう。チーズケーキだ、これチーズケーキ。おいしい。タイムスリップできるんですよ編集は、波形見てれば。というわけで2周目カットいきます。まあ本カットは終了しましたね。10時43分、一旦風呂入ろうかな先に。あとで疲れちゃって入る記憶なくなると困るんで、風呂入ってからやろうかな。いただきます。マカロンってこんな感じだったか。2回目ぐらいこのマカロン。そうしましたらこちら引きまして、バスマット、バスマット引いて風呂入るか。久しぶりにホテルなんで、せっかくぐらい。で時刻が2時22分という謎のゾロ目。一旦休憩してチェックして、サムネとか作らないといけないんで、3時前に寝れればいいかなって感じですね。で明日の朝がね6時起きですね。7時にうるま市に戻らないといけないんで3時間ばかり寝る。うわきついね。結構なハード。こんなハードじゃないですよ普通は。もっと楽ちんなんですけど、たまたまいろいろスケジュール込みやっててっていう感じですね。休憩しましょう。一回終わりました。すべて3時11分ですね。寝よう。さすがに寝ないとやばそうだから、アラームをセットして、2時間50分後ですね。あんま寝れんけど間違いない。おやすみなさい。おはようございます。6時5分ですね。片
片付けしてチェックアウトします。わ、まだ上がってこないけどかなり日が明けそうですね。亀裂に潤い夜で画面青すぎん、これホワイトバランスがおかしいことになってるけど、夜が明ける前に出発しますね。ちょいで来そうだね。グラデーションが綺麗です。朝日。ネギ参ります。ルームサービスだけ、はい、はい、クレジットで、はい、ありがとうございました。